では、宇宙始まりの石、名付けて、オリジン鉱石を探すのです。オリジン鉱石、もう一つの存在。わあ、今回で最終回じゃなかったね。はい、助けを頼めるか。もちろん、菊井を山頂ベースに呼ぶね。どれだけ待ってど、暮らせど、お招きはないのですか。僕なんて声でしまっちゃった。どれだけ待てど暮らせど、お招きはないのですからね。誰だっけ、椿。あ、こいつか。椿自ら馳せ参じましたよ。兄貴、椿にも役目をくれよ。リーダーと呼べ、リーダーと。じゃあリーダー、椿にも役目をよこせよ。役目を。顔がヘンテコなんだよな。であれば応援してろ。他のキャプテンはキングを世話したり集落の皆を落ち着かせているぜ。兄貴はバカだな。人には向き不向きがあるのだよ。お前は向いてねえのか。向いてきてくれよ。あなた、腰抜きではなかったのだな。あなたって急におねえになった。確かにこいつ見た目おねっぽいもんな。褒美を持っていきたまえ。いわゆる椿なりの激励。こうなれば、椿賞と言ってもいいね。スイート取り潰すぞ、お前。でもこれ、不思議なエネルギーが詰まった甘いキノコ。各種道具の材料もわかんない。ああ、へえ、あ、それは強い。菊井だよ。あ、この人か。似合わない帽子に似合わない大事なお役目。椿、気に入らないね。翡翠の鉱石は大事な財産。それに早くから目をつけていた。俺が大事な場面で働くのも当然。これ、米姉さん来んのかな？文句があるのでしたら、バサギリと勝負するかね。そちらの丸っこいので。はぁ、丸マインとグロー？マウルマインをグロー？放電させますよ。痺れさせますよ。こいつらキング使えんのかな？椿うるせえな。新時代と仲良くしてくれや。一大事なんだよ、一大事。なんだよ、兄貴。新時代は新王様ならぬ、アルキアの言葉を聞いたんだろう。集落じゃ大騒ぎだぜ。敵は何をやってるんだって。聞くい。頼むぜ。ガッテン！ヨネ姉さん来ないの？では、太古のホラー穴に行くとするかね。あ、そうだ、この人俺と同じ最後に根をつける人なんだよね。スイートトリュフいらねえや。どこ行けばいいんだっけ？あっちか。いや、ちょっとね、ウォーグルのおかげですごい移動が楽になったんだよね。そこか。よっ。お？ああ、もうちょい向こうか。真下にあるな。あぶね、びっくりした。飛び降りたと思ったわ。よっ。ん？待って、どうやって行くんだ？あ、ああ。ちゃ。よし、よし、よし。なんだ、あれ。あれがあれか、なんか材料か。戦うんかな？なんとも言えない空間とね。ここから世界が始まったような、並々ならぬ力を感じる。菊井、どう？てか、ここにあったんだな。俺の成績の知識と技術、そして、ヌメールの技があれば。ヌメールってどういうポケモンだっけ？任してもらえるとするかね。はーい。じゃあ待ちますか。ちょいと待っていただこうか。誰だ？
お、お前ら。こんな時に、誰だよ。待つ時間なんぞねえんだよ。関さん倒しちゃってよ。おたけ？おめえ、金剛団抜けて何やってんだ？え？え？あ、この人そうなの？あんたには関係ねえよ。いいから、宝を掘り出して、私たち、野党三姉妹によこしな。そんな驚いた顔をするなよ。後をつけてきただけだからさ。くそ、こいつら空気読まねえ奴らだな。宝のように貴重なものだけど、赤い空を元通りにするためのものだよ。オサが真面目腐ってるから、新時代も息苦しくなるの。こいつもあれかな。弾を抜けた理由なんぞどうでもいい。菊井の邪魔をされたくねえのよ。こっちも三人、相手も三人。私はお松を頼むぜ。あ、ちょうどよかった。一対一だね。やられんなよ。時はぎと呼ばれる松のように、いつまでも若く美しい長女のお松。そういや、この人と戦ったことあるっけ？いつまでも若く美しい長女のお松。一世一代の大勝負さ。こいつ一番強そうだもんね。何使ってくんだろう。あ、二体か。サイドン、おお、サイドン。こっち、あ、やべえ、デッパか。やべえ、デッパ。大丈夫かな。あー、ステルクロックス。いや、やば。それでそんな食らうの。ま、とりあえず噛み砕くしとくか。ガブリと。デッパー、あ、デッパー、デッパー。あら、悲しで行こう。あの、岩技してきても、地面技してきても、つける。ステルスロックマジか。オッケーオッケー。で、水の波動。これで倒せます。よし、よくやった。次なんだ？次ドサイドンかな？そしたら。ゲンガー、ああ、そういえば持ってたね。忘れてた。よし、よくやった。よく避けた。じゃあ第一の力で、倒しちゃって。イェーイ、ナイス、荒悲しい。いいね。ま、大したもんだよね。こいつらも味方してくんないのかな。邪魔しかしねえな、こいつら。あ、かぶりますが、レベルアップした。なあ、おたけ。金剛団に戻らないか。戻すな、そいつを。盗賊だぞ。俺たちだって変わっていくからよ。その強さで助けてくれねえか。そっか、居心地が悪くて抜けてたんか。はん。縛られて生きるだなんて、まっぴらごめんだね。確かに俺も時間に厳しいの嫌だな。お宝は見逃してやるから、真っ赤な空、なんとかしろよな。何しに来たんだ、こいつら。あたし、さすがの強さね。あなたなら、天眼山にやってきたという、化け物だってなんとかできるでしょう。でもさ、次に会ったら、ただじゃおかない。覚えておきな。あ、逃がすのか。そういえばこの人たちなんか、動画外でちょくちょく出てくんだよな。たく、何しに来たんだよ。みんなの相棒を元気にするぜ。お、サンキュー。私の覚えている大目は、文句を言いつつ、手助けしてくれた。ああ、やっぱり戦時団だったんだ。きっと、何かあった時のため、案じてくれたんじゃないかな。あ、じゃあ、あれかな。松野だっけ？あいつも、銀河団だったんかな。だったら素直にそう言えば、いいじゃないか。めんどくせえな。あれ、そいつそんなでかかったっけ？取れましたよ。オリジン鉱石とやらが。私、持っておくかね。あ、やばい、道具入らない。ポーチ入らない。
まあさすがに大切な持ち物か。随分とあっさりなんだな。わからないのかね、俺の凄さが。きちんと褒めてください、きちんと。さすがキクイ、バサギリを認めるキャプテン。とっとと学者先生に見せようぜ。ああ見えてラベンって人は博識だもん。博識だし判断に優れているからよ。確かにラベン博士って頭いいんだ。じゃあ行くか。こっちから抜けんのかな。あ、高さが足りない、ギリギリ高さが足りない。おお、すげえドサイドンいる。待って、間違えた。よっ、待って、サイドンにやられた。いや、ギリギリ高さ足りねえ。お、あの揺れてる木なんだ。まあいいや。いやー、多分今回で最終回だと思うけど、忘れてた。アトレです。多分この動画は続けてや、前回から続けてやってんだけど、まあその、あれだね、後半だね。最終回後半。あたしくん、これが宇宙の始まりの石、オリジン鉱石。確かに宇宙の始まり、オリジンを感じるのです。そういえばよ、オリジンってどういう意味だ？オリジン。遠い地方の言葉だよね。どういう意味？起源ですかね。それでは、皆さん、ことぶき村に戻るのです。あ、戻っていいの？そんな時間あるんだ。ディアールがずっとあそこで待ってくれてんのか。気が長いやつだな。学者先生、砕けちまったが、鎖のかけらを渡しておくぜ。作り直せんのかな？砕けていても、これだけあれば効果を発するのではないでしょうか。よくぞ、拾ってくれたのです。私、宇宙の始まりという石を。あ、はーい。お前が持ってたんか。命の危険がある中、鎖のかけらを拾った金剛団。宇宙の始まりの石の話を教えてくれた真珠団。丸い器にするのは銀河団の役割です。さあ、翔くん、クラスト名人の力を貸してください。あ、そうなんだ。クラスト名人の娘かな。私も戦います。ちょっとこれサムネにしようかな。私も戦います。安全な場所で申し訳ないのですが、皆さんでお話しでもしてしばしの間お待ちください。俺ちょっとレベル上げしてきたいな。あ、どうした、席頭痛む、声聞こえる。学者先生、早く出てこいよ、汗になって。時を大事にしているのではなく、ただせっかちなだけだよね。座して好転するなら、いつまで経って待つぜ。時の大事さを知っているからよ。おー、なんかこの人、ん？あたしくん、できましたよ！めいめい。オリジンボールです。オリジンボール。残された伝承が真実であれば、神謡神殿に現れたポケモンを捕獲できるはずです。あ、じゃあ、このせ、今で言うマスターボールってことかな、これ。あ、真っ赤？わかんねえな。神謡神殿で現れるポケモンを捕らえることができる、唯一無二の特殊なモンスターボール。へえ。これって今でもあるの？でも、なんかあれに似てるね。なんかさ、不思議な贈り物でもらってきた時の赤いボール、あれに似てない？こんなちっぽけなもので、翡翠のみんなを救えるなんて。ボールでポケモンを捕らえ、互いの距離を縮めるってのは、
面白いものだよな。ちょっと待って、また声が心に流れてきて実はこれ嘘だったりするのか。カイさん、また不思議な力を。パルキアか。うん、パルキア様が力を貸してくれるみたい。おお、そりゃあ頂上。真珠団の信用様、改め、パルキアってすげえポケモンなのな。私くん、オリジンボールを携え、パルキアと共に、信用神殿に急ぐのです。じゃあ戦うとかじゃないのかな？ムービーで、なんか、見せてくれんのかな？なんかこれ終わった後もさ、他もなんか伝説ポケモン現れるらしいから、オリジンボールも、お、誰だっけ、おばさん。おばさん。どうじゃ、激戦が予想されるが、天眼山に行く心構えはできたのか？なんだ、戦うのか？おう、それでこそじゃ。良いか、そなたたち、時間と空間は切り離せぬ。神謡神殿に現れるのは、時間を司るディアルが、このまま放置しておけば、翡翠の時間も乱れ、世界は終わるやもしれぬ。だが、もう一匹、そなたが仲間とした、空間を司るパルキアがおれば、空間、時間、共に釣り合い、世界は正しく存在する。パルキアと共に、神謡神殿に行くのじゃ。はーい。え？あ、なんだ？パルキアを使って、飛ぶのか？あー、そっか。ごめん、忘れてた。そっか、手持ちに入れないとね。この人、パルキアを預かってたんか。すげえな。いた、パルキア。おー、すごいね。じゃあ、あらかな喋ってく？でもちょっとな、いてほしいな。ムクホークもな、インファイトできるし、かぶりますかな。これでいいのか、おばさん。これでいいんだよな。あれ？一緒？はい。あ、やっと行かせてくれる。それにしても、面白い村じゃな。服でも買おうとするか。あ、服屋さんあったね、そういえば。おい、それだけか。世界が終わってしまっては、服を買う意味もないのでな。だよな。あたしさん、挑む準備ができたら、神謡神殿に向かいましょう。おー、じゃあ、行きましょうか、最後。お、じゃあ、ちょっとパルキア先頭にしとこうかな。ここだね。あ、最後だよ。長かったね、このシリーズ。パートいくつやった ?10 かな。もしかしたらね、ちょっと、なんだ、エクストラステージやるかもしんないけど。このシリーズ一旦最後になるかもしんない。あ、で、同じ道か。ウォーグルー。あ、そういえば届かねえんだよ。なんかね、ウォーグルって意外と高いところに行かないと高く飛べない感じなんだよな。
で、なんかダッシュするとね、少しずつ効果、なんか降りるんだよ。よいしょ。いちいちこっから入んなきゃいけないんだ。直接登れるのにな。よーし。ここ、あれなんだね。なんか、天眼山。ダイパでもさ、天眼山行くときこんな感じだよね。あ、ウォロじゃん。どうしたウォロ。あ、パルキア見る？お待ちしておりました。てか、なんでお前いるんだ？ベースキャンプでも買い物はできますが、より近いこちらでも買い物ができると便利ですよね。自分からしても神話の世界に触れる特等席。戦いが始まればもっと近づきますからね。平気ですよ。自分の身ぐらい自分で守りますから。それにあなたとポケモンの強さでしたら自分に危険が及ぶ前に事態を収束なされるでしょうし。この人は最後まで見てるだけだったな。さあ最後の戦い、もう一つの存在ね、もう一つの存在、最後、もう一つの最後の戦いが始まろうとしている。さあディアルガやろうぜ、俺のパルキアと。おお、あ、こっから始まるんだ。あれにする、サムネにする。あ、電木団長ずっとそこにいたんだ。飛べんのかな。よっ、あっと、すごい、いけるけど、あ、進めないんだ。ここはじゃあポケモンいないんだね。ああ、なんかほんとだ。なんかベールというかオーロラベールみたいなやつがすごい壁になってるわ。うん、横から行こうかな。あ、いけない。ここも見えない壁がある。ことぶき村を守るためには、異物は排除せねばなる。異物っていう名前。お前にしろ、神殿のポケモンにしろ、そう考えてきたが、お前は違うと教えてくれた。戦いに臨む覚悟、決めたのか。行きまーす。あたしさん、場が迎えに来たね。なんだそれは。なすべきことがある人には、輝ける舞台があるという新時代のことわざだ。だから緊張するなってか。新時代のそういうところ好きになってきた俺がいるぜ。何かあれば支援するが、お前に無用であろう。ポケモン借りていい？ついの人、ポケモンの時間と空間を守ってくれ。あたし。ちょっと電木団長の声ハマっちゃったな。たまに関さんの声忘れる時がある。疲れたな。あぐらになろう。ハイパーボールじゃ無理じゃない今。うわ、やばいやばいやばい。なんか、うわ、ハイパーボール弾き飛ばした。お前一個無駄にすんなよ。おー、いい。ハイパーボール貴重なんだぞ。やば、俺ら死んでんじゃん。あ、パルキア？パルキア戻ってきてくれたよね？あ、無事か。なんで俺いるの？あ、パルキア！え、まさかお前、ここでやられるんじゃないよね？あ、耐えた耐えた。すごい。うお、いい、竜の波動。ハイドロポンプか。え？はい？はい？え？何それ？え？え？待って、なんで、いや、もともと要素高校だけどこいつ。なんでケンタロスみたいになってんだ？え、待って、何が始まった？え？沈め玉？うわ、びっくりした。え、なにこれ。ちょっと、あいつの攻撃見るわ。は、え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 、うわ、
この曲、デュアルかパルキアじゃん。なんか飛ば、あー間違えた、間違えた、ごめん。よっ、これドレディア戦でやったわ。あ、なんか枠が出たとき、ケツ狙うわ、ケツ。ごめんなさい。よっ。あ、やべえ、なんか食らっちゃった。え、待って。え、え、あ、終わった。終わった。でもね、広いから、ウィンディーほどじゃないな。お、びっくりした。急に来るなよ、お前。よっ。残ったままになるのか。なるほど。ってここじゃ届かないけど、なる、うわあ、くそ、油断した。何回くらいで来るかな。よっ、あ、ケツ、ケツ狙います。はいはいはい、ごめんなさい。はい、1、2、何回で来る。3回か。4で、次あれか、衝撃果たして、あー、なるほどね、わかったわかった。よっよっ、あー、やべ、当たっちゃった、ごめん。新技来るんじゃないか、ちょっと注意するか。うおー、来た来た。あー待って、ひ、あー、やばい、小さいのが散らばってるわ。あぶねー。待って、すまい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 、あ、助かった。来た。よっ、まだ来るか、来ないか、よし。待って、何それ、何それ、待って、ウィンディーパターンだ、ウィンディーパターンだ。やばい、もう来る、もう来る。よし、あ、来た、パルキア。近い、怖、俺ちょっと間に入ろうかな。え、すげえ、でっけえ、うわ、やべえ、リアルが対パルキア。リアルガの、なんか、携帯が異常なんだけど。うわ、すげえ。あ、パルキア、ちょっと心配してくれてるね。首ガクンってなったわ。いやー、パルキア、大変だね。俺をかばいながら戦うからね。倒せるかな、パルキア。お、すごい。下がってろ、というようなね。でも、俺はここにいるよ。一緒に戦おうぜ、パルキア。技は、大地の力いいんじゃない？大地の力。ちょっとね、あ、でも、悪説欄見たいね。悪説欄見ようか。あったけの方向。うおー、パルキアー、パルキアすげー、悪空切断いけ。ちょっと、あ、え、あ、あ、パルキア、うわー、や、時の方向強い。時の方向の方がね、威力が強いんだよね。でもその代わり一旦動けなくなるから、これは荒かなしでいけるでしょう。頼むよ、力技で大地の力。これが大地の力よ、デュアルガー。おー、よくやったよくやった、あるかなし。こんなに小さいのに、サイズ感違うね。うわ、倒せる、いけ、よっしゃこれで、ボール投げるのかな。ポケモンバトル、あったっけ、違かったね。沈め玉だったね。いけー、なんだっけ、シズルボールだっけ。おお、あれで無理やり閉じ込めんだ。え、パルキアもさ、あんな姿あったんかな。おお、
これはゲットしたんじゃなくて、いや、ゲットしたのか、一応。あ、すごい、天気が綺麗になった。天気、空が綺麗になった。うわぁ、眩しい、ちょっと眩しい。太陽眩しいな。久々に太陽見たわ。あ、こんな雪山だったんだね。気づかなかったな。ねえ、捕まえたの？捕まえたんだよね。捕まえたよな。ええ。捕獲成功です。オリジンボールに収まりました。オリジンボールか。なんだシズルボールって。さすが私くんです。安心したね。私、さすがの一言です。電木？電木の旦那でも、泣くことがあるんだな。泣いてんのか？うん。いいものを見た。団長、もう許してやるよ。って、なぜ投げるんだよ、旦那。うむ、夢ではないのだな。うむ、お前たち、聞け。この上ない難事であったが、皆の力を合わせることで、皆の、あ、乗り越え、乗り越えることができたのだ。ごめんなさい、こんな時は。祭りだ、祭りをするぞ。すべての団が集い、大いに祝うのだ。金剛団と一緒に祭り？神事団とだって。エブ形で大丈夫かな。それぞれの団が崇めていたのは、それぞれの神王様だった。相手が偽りの神王様を崇めているとか、争っていたのは、遠い過去になったってことよ。争っていたご先祖は、驚くかもしれないけれど、私たち、みんなの場所を守るために、一番のやり方かもね。翡翠地方に生きる者、皆、新しい門出を祝うのだ。終わっちゃった。アルセウス出てきてねえな。やっぱり、そうだよね。全ポケモンを図鑑で集まってからだよね。でもよかった。なんかこういう伝説ポケモンを捕獲するイベント、ちゃんとあったんだな。お！これは、あー！いやははははは終わったー。うわー、火の嵐。いや、懐かしいね、今の光景。いやー、ポケモン公式さん、ほんと、とても楽しかった。ポケモンね、剣立てとかが俺下手なんだけどね、こういうゲームはね、ポケモン初心者でも全然、お、米姉さん、ゴンベ。いや、ポケモンのね、こと、知識はそんなにないんだけど、そんな知識がなくても楽しめるんだよね。まず、ストーリーが面白かった。ストーリーが面白かったね、まず。で、あと、キングたちもかっこよくて、なんかキャラが一人一人ね、ちゃんとなんか、まあ、思い出みたいのがあって、いいよね。なんか、嫌いなキャラクターはそんなにいなかった。ツバキ以外。あ、いたね、こんなやつ。ドレディア、元気かな。俺の妻ドレディア。あ、この二人うまくいってんのかな。あ、偉大と、偉大と、そういえばね、動画外でそんな使ってないね、偉大と。オーグルゲットしてから、偉大と使わなくなっちゃったな。でもね、多分海のポケモンも捕まえるから、偉大と使うね。ポケモン図鑑どんくらい集まったんかな。まずポケモン図鑑の元の数を知らないけど、なんか、丸前の口ってあれだね、絵に描いたみたいだね。あ、先生、なんだっけ、陣内先生だっけ。お、あ、おばさん。おばさんの帽子、なんか穴開いてるね。あー、ま、そういえば、あれだね。妖精ポケモン3体捕まえるのかな、これから。
手持ちには入ってないんだよね。手持ちというか自分のポケモンにはなってないんだよね。ちょっとやることがねまだまだありそうだね。いや、いい最終回だったんじゃないでしょうか。いや、楽しかった、本当に。本当にね、もう、売られる前からさ、楽しみにしてたし、ビッパ100体捕まえるんだって、俺、結構ね、意気込んでたし、やっぱ実際にやっても、ストーリーも面白かったから、もう、ずっと盛り上がってたね。ポケモンレジェンズやってる実況者の中で一番うるさかったんじゃない？一番下手で一番うるさかった。いや、ひどい動画だな、それは。いくとひどい動画だな。公式さんに見られたくねえな。でもさ、ビッパのさ、アニメーション、ビッパ君に決めた、あれ絶対俺らの動画から撮ったよね。いや、なんか、無視されてない感があって嬉しかったわ。いや、しかしこのシリーズはね、デッパが勝ったとこ一回もなかったな。デッパもうちょい活躍させてあげればよかったな。ちょっとね、うん。実はポケモン剣盾にないんだよね、デッパって。ひどくない？でもアニメーションでビッパのね、アニメーションが出たから、これから追加されると思う。いやー。アルセウスをね、まだ見てないから、ちょっと終われなくなっちゃったな。なんか暇があるときに配信しようかな、これ。ゲットしまくるっていう。配信ちょっとやんないんだけど。あ！すごーい！あ、今、ヨネ姉さん見えなかったな。どこにいたんだろう。ヨネ姉さん黒髪だからわかんなかったな。アルセンスフォンが反応している。私のこと忘れてないかって。すべてのポケモンと出会え。はい。そうだね。アルセウスに会って、お？これは、もう、終わったってことだね。ね、うん。終わったことだね。これは。ちょっとディアルガ見ようか。私、おはようございます。おはようございます。時空の裂け目、消えちゃいましたね。ですので、私たち調査隊の任務であるポケモン図鑑を完成させないと。そうだね。それがね、このゲームのクリア条件だからね。これからについて調査隊一人検討するそうです。私も行きましょう。さあ、いやなんだあいつなんだあいつ。なんかね、ゆっくり見てみるとなんだ？ゆっくりこの街を見てみるといろんなお店があったんだな。服装とか結局最後まで変えずに行ったね。これよく読んだら銀河団って書いてあるのかな。なんかさ、一番下の文字がさ、なんか総合庁舎とかで使われる庁に見えるね。警視庁とかでも使われるか。ん？下星隊長じゃん。そっか、団長は首にはなってないか。下星隊長、見事解決しましたよ。確認する。祭りは楽しかったか。何その確認。いらなくないっすか。はい。そうか。あれだけの人がいればな。島星隊長がはしゃぐ姿、初めて見た気がするのです。ちょっと俺それ見たかったな。さっきの絵にあったかな。錯覚だ。それよりも、ラベン博士、ポケモン図鑑について報告を。あ、そうだ、どんくらい集まったんだろう。図鑑の完成度はそれなりと言える現状です。さらに、調査タスクをこなしていく必要があると考えられるのです。ああ、タスクもそうか。翡翠地方に伝わる伝説でのみ存在を確認できるポケモンもいるようですし。私たちは
水地方の歴史や伝説に疎いですから。聞こえましたよ。お前か、水地方の歴史や伝説でしたら、自分にお任せください。ああ、そっか。レジギガスとか、そうだよ。胃腸紹介の仕事をサボり、いえ、多忙な仕事ない場に、水地方の遺跡などを巡った、自分でしたら伝説のポケモンについて、教えられることがあると思います。おお、心強いお言葉、とてもサンキューなのです。命令する。私は話を聞き、必要があれば共に行動せよ。命令。私たちは、他の方法でポケモンについて情報を集める。そういえばミカルゲの件もあるしな。了解です。それでは、タシさん。赤台ベースで待ち合わせするとしましょう。神話の探求者。こっからなんだね。それに自分からも頼みたいことがありまして。なんだ？じゃあ、お？なんだ？え？なんだお前？あ、コスプレ？かん？ルカリオどうかしたのかい？お、あ、この人のご主人かな？私はハク。君は？私です。そう、私というのか。よろしく。この人も団員かな？あ、団員バッジつけてるね。かん！犬みたい。ルカリオ。かん！なんだこいつ？腹立つな。ルカリオも君から波動を感じたようだね。俺ですか。もし勝負をしてくれるなら、訓練場に来てくれないか。で、こうのルカリオ。じゃあ、ちょっとね、ストーリーはクリアしまして、まあなんかね、エクストラステージみたいな感じだと思うんですけど、このポケモンレジェンズシリーズはね、以上とします。皆さん本当に最後まで見てくれてありがとうございました。まあ俺の動画はね、結構参考にならないんで、実況者一参考にならない動画だったんで、他の実況の方のね、動画も見に行くといいかもしれません。で、まあ相当のポケモン図鑑どんくらい集まったかな？まあ、これね、埋まってないところは、あれだね、なんだっけ、ハテナとか出てこないから、ポケモンもともとどんくらいいるんだろう。登録が148で、捕獲が111。あ、未報告タスク12個もある。いやー、ちょっとアルセウスまでちょっと遠い気がするな。でも、じゃあ、ポケモン図鑑を集まって、全部集まって、アルセウスに会えそうだなってなったら、また動画にして見せたいと思います。それまで皆さんお待ちください。それでは、以上、ポケモンレジェンズでした。おい、かぶります、お前。何寝てんだよ。起きろ。おい、あるかなしも寝るな、お前ら。最後だぞ、おい。お前ら寝るなって。おい、爆風、お前も寝てんじゃねえよ。何しとんねん。ほら、後ろの伝説後輩2体ちゃんと起きてるよ。見えならよ。パルキア、お前ら、パルキア、ディアルガに睨みつけんな、お前は。ディアルガ、お前は無視してやんなって。ちょっと俺に喧嘩打ってきたな。あ、なんだ。やっぱお前だけだよ、デッパー。ちゃんと動画を意識してくれてんの。お前だけだよ。お前ら。でもだらしねえな、こいつら。もうやる気を感じられねえ。じゃあ皆さん、ちょっとおい、デッパー、お前寝るなって。なんでお前が寝たら意味ねえだろう。でもこいつら、自由気ままだな。まあ、ちょっと眠いしね。俺も寝ようかな。ということでね、皆さん、まあ、2回目なんですけど、ありがとうございました。バイバーイ。